こんにちは、横粂勝人です。本日の横粂ゼミのテーマは被疑者、容疑者、被告人、被告、これらの用語の違いとはです。こういった言葉の数々、いろんなニュースで見聞きしているとは思いますが、その違いって意外とご存知じゃないと思います。これらが法律用語のものとマスコミ用語というものが混ざっていて、どれがどれだか難しい状況になっています。まず法律の用語をご説明しますと、刑事事件において犯罪の嫌疑がかかって捜査の対象となっている人のことを被疑者と言います。この被疑者には逮捕されている人とされていない人もいて、されている人は身柄事件、されてない人は在宅事件ということで、逮捕の有無は関係なく捜査対象になっていることが被疑者と呼ばれます。そこから被告人になるのは何が違うかと言いますと、被疑者から告訴をされた、警察の取り調べ、その後検察官の取り調べ、検察官が控訴を提起しよう、起訴しようって決めて起訴された方が被告人となります。なので被疑者と被告人、起訴されたかどうかっていう差があります。あれ、ニュースでは容疑者って聞くけどどっちなの？実は容疑者、さらに被告というのはマスコミ用語でして、容疑者は被疑者の代わりに使われています。つまり捜査対象になっているけど起訴されていない、容疑がかかっているということで、法律用語被疑者なのにメディア、マスコミ用語としては容疑者という形でニュースで使われます。一方、起訴された後被告人っていうのが正しいんですが、被告人ではなく被告となぜか使われます。なのでマスコミ用語では起訴される前の人を容疑者、起訴された後のことを被告というのが通例となっています。で、この被告という言葉、実は法律用語では別の言葉でして、それは民事事件において原告と被告というのがあります。請求をした側、100万円貸した、100万円返せっていう請求する側の方が原告、返せと言われてしまう、請求されてしまう側が被告ということで、法律的には被告人というのは刑事事件、被告っていうのは民事事件なんですが、マスコミ用語は被告を刑事事件の方に持ってきてしまっているので、ごちゃ混ぜ状況になっています。ちなみに民事事件において被告とは誰もがなり得てしまいます。本当にお金を借りて返すべき人で、当然のように致し方なく被告になる方もいれば、そうではなく全然借りてもないのに訴えられてしまった、または全然関係ないことで損害賠償請求だって言われて被告になってしまうこともありますので、まあ初めてのことでいきなり裁判になるって言われたら心配かもしれませんが、被告人にはぜひならないでいただきたいですけど、被告というものはどんなに気をつけていて防御していてもやむを得ずなってしまう、もらい事故的になってしまうこともありますので、慌てることなく、もし民事事件の訴状が届いたら弁護士に相談していただいて、しかるべき対応していくことで、そんなに焦らず裁判対応していただければと思います。本日は被疑者、容疑者、被告人、被告、それぞれの用語について解説をしました。本日の横粂ゼミは以上です。